さあ、はい、ということで2024年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、ノット銀座です。イエーイ。ちょっと待って、もう振り袖台無しじゃない。はい、ノットの長戸です。あやさきです。みじきです。あやさきさん。あ、岩崎ですが、全部ありがとうございます。はい、2024年本当に明けましておめでとうございます。今年度も皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、こうやって晴れ着着て皆様にご挨拶できる喜びとね、なんだとりあえず気分上がるよ。初めて来たかも。袴ですか。うん、良いです、このモフモフも。ここ やめろ。何やねん。なんで、せっかくまあ、正月ってことで皆さんにご挨拶できればいいなと思って、今回はこういうイベントを開催してみました。はい。振り袖ポイントは？ポイントですか？うん。ここのなんか、鳥です。三つ葉。この鳥。鳥だよ。何鳥かわかんないですけど、鳥です。鳥ですか？鳥です。ポイントはちょっとレトロな渋い雰囲気にちょっと外した幼さも感じる水玉です。うん、こういうの聞きたかった。鳥ですって。鳥なんだ。他にない。鳥ですって。鳥ですか。食レポ美味しい。食レポ、じゃあ食レポうまーの、うまで終わるか。そんな感じでね、まずは2023年振り返りなんかをしていきたいかなと思います。どうでした、2023年。2023年どうでした。去年です。忙しかったです。休みがなかったです。でも後半休みちょっと大変でした。なんかちょっと休み増えただけで、ね、あーしゃい。はい、はい、そう、2023年がね。結構ノートとしては面白い出来事がいっぱいあって、まず2月に移転しました。銀座7丁目から1丁目の方に移転させてもらって、まあ拡大ですよね、8席の、お店になったのと、あとはまあもっとビッグイベントとしては4月に水木が加入して、はい、で、セミナー自体もだいたい21かな、で水木が7、9行ってっていう形で、かなりね全国も、飛び回らせていただいたのと、あとはまあ僕もヘアキャンプがあったから、あとは、うん、そうヘアキャンプに出させてもらったりとか、まあいろいろメディアや YouTube などなどで皆さんと、まあ、美容の技術っていうのを共有できる機会がすごいたくさんあったんですけども、まあ2024年に向けてね、いろいろと動き出していきたいかなと思います。さあ2024年、楽しみだね。へい。ちょっと今強めな速さなんで、はい、なるほどね、はい、強めな。2024年はまずは、まあ、前回前々回ぐらいかな、先週ぐらいに出した動画で皆様にお伝えしたんですけども、セミナー、また2024年上半期もしっかりといろんなところ行って、皆様と美容師さんたちと楽しく技術の共有したいのと、あとはまあ最後、上半期の最後には沖縄が待ってますんで、またそこでね集合できればいいんじゃないかなと思います。スポッチャですか。雨は降りません。梅雨外したから楽しかったね。そう、楽しかったんですけどね、去年はねどうしても梅雨時期だったんで、かなりしんどかったと。ずっと雨、ずっと雨です。はい、いいですね。東京でできることを沖縄でしました。そう。間違いないです。バナナボートはできないから東京で。あ、まあ確かに。あれめっちゃ面白かったですよ。まあでもサブチャンネル見てくれてる人どんぐらいいるんだろうね。多分まあ半分はいないか。まあ登録者今1万、撮影日時点で1万4000人ちょっとだったんで、まああんなダラダラとしたなんか動画とかなんですけども、まあ楽しく見ていただいてる、コメントまでいただいてる、皆様本当にありがとうございます。はい、でまあこちらのメインチャンネルの方でもね、しっかりと今後もたくさんのお客様をきれいにしたりとか、その技術を皆さんに共有したりとか、あとはまあ一般のご視聴者様のまあ見てて、あこういう風にやればきれいになれるんだっていう気づきのチャンネルになれればいいかなと思うんで、今後ともよろしくお願いします。はい、何年2024年。ヘビ、タツです。タツ、毎年です。あ、年なの。はい。おお、タツ年なの。はい、タツの B なんで強めです。タツの B、 はい、タツの B 強そうだね。タツの B 強めです。俺、犬の A。 わ、暴走犬。おお、ちょっと待って、狂犬厄介。待って、狂犬。犬の A ってめっちゃいいイメージない。厄介厄介。狂犬だ。猿の、そ
ちょっと待って、私いつとも猿だった。猿っぽいから。あ、ね、牛のハテナです。 牛のハテナ。そうだ、消し方知らないんで。次の人間ドックで、あ、なんつった、もう、まあ、ギリギリに破いてやろうか、そのハテナ。ダメです。これレンタル。あ、いいですよ。まあ、私払ってないんで。叩いていただければ和太鼓打つ人みたいな肌着着てる。肌着やばい。あ、そうなんですか。和太鼓。探しってことですか。ちょ、なんかね、なんだろう、捨ててこに。あ、わかった。うん、わかった。いや、あれをで水木の隣で着付けされてた。すごい、ちょ、思わず吹き出しちゃいました。ださ。あとは1個だけ2024年になっちゃったんで、そうなっちゃったんですよ。いいことですよ。はい、1個だけ。はあ、何。まあまあまあ、ここはもう岩崎さん、1年間髪染めなかったでしょう。もう今綺麗に見てください。見よ、これで見よ。覚えてるぞ、コメント欄のそこのやつらよ。はい、ということで僕からは5万円ですよ。はい、で他のメーカーさん、大物の人覚えてますからね。メーカーさん、ディーラーさん、はい、ちゃんとその他美容師さん、はい、一美容師さん、はい、あのプラスしてお渡ししたいと思いますんで、はい、はい、ありがとうございます。祝辞超綺麗。私の、俺の、え、いや、これは絶対みずきちゃんですよ。だって長さんもっと字汚いですもん。筆だとうまい。いや、絶対嘘。ごまかす。ごまかす。ありがとうございます。はい。で、もう染めるでしょ。いえいえ、このまま黒い地毛を伸ばすんですよ。で、この今いるブリーチも切りたいんです。ちょうど勝ち盛りになってるところですよ。腕が鳴りますね、うちの。勝ち盛りね。勝ち盛りを切り落とす。カチカチだから勝ち盛りね。多分カチカチだから。いやいやいや、絶対違いますから。この2人のヘアメイクに関してはね、あの別動画でしっかりと詳細を皆さんにお知らせして、ヘアメイクの仕方ですね、ヘアセットの仕方っていうのを共有できればいいかなと思うんで、これは別動画で出すんで後日配信予定ですんで楽しみにしてください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、何で前方がおくりそで、ね、親は泣くぞ。大泣き。なんだそれ。パパママもらいました。髪の毛染めなかっただけでお金もらいました。すごい世界線。本当参りました。ああ、そうですよ、覚えてますよ。私のことどうせ長さんが勝つんと思いますって言った方々、私ちゃんとコメント欄見てますから。謝罪のコメントお待ちしております。本当そうですよ。いやいや、やめとけ。足がしびれました。私もです。もうしびれてるでしょ。あの、もう冷たくなってます。下半身違うかやってたね。冷たいっていうか、そうなんですよ、あのここね、下が柔らかくないんだよね、うん、板ですね。痛い、板だけに。あ、自分が言ったんですよ。もう一発きますよ。痛い。はい、そんな感じでよかったね。いや、本当そうですよ。いい年明け。はい、そうなんだってちょろいですね。これからは、はい、ちょっとちょっとね、ちょっと勝てる勝負だと思ったんだけどね。まあまあ、それはそうですよね。去年までの私を見てたら、それはみんな私が負けると思います。でもよかったです、はい。はい。じゃあ、しっかりと約束を果たしたんで。ありがとうございます。はい、残りの人たちもお待ちしております。覚えてますよ。全員覚えてる。覚えてますよ。さあ、じゃあそんな感じで2024年もノット全員頑張っていきますんで、またね、楽しい動画作りっていうのを、まあ、心がけていきますんで、皆さんぜひご視聴よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。次回の動画はヘアセットです。バイバイ。はい、お疲れ様でした。足が痛いね。ここマジ硬いね。やばいです。足がしびれる5秒前。痛いの。すでにしびれた5秒後です。やばい。いやすごいです。これを普段から着てるお着物の方とかね、すごい、すごい。俺も慣れたかも。最初苦しいなと思ったけど、苦しい、いや苦しくはないです。足がしびれた。投げてきました。音。さあさあさあ、いたたたたたた。玉の晴れ着もいいんじゃないですか。いや、本当に可愛いんです。もう繊細なところまで、うん、キラキラしてる。可愛い。鳥見せなくて。鳥。
なんかもう赤だけじゃなくてちゃんと黒とクリームが入ってるってところもポイントイットですね。足しびれてます。あ、痛いよ。痛い。何もやってねえから。ちょっと待て待て、お前ら。はい、じゃあそんな感じでまたね。